ション。すみませんでした。さっきは俺、いきなり悟空さんに殴りかかるなんて。もういいって、気にすんな。敵はどんなやつなんだ？やつは孫悟空と名乗りました。何？ほら、黒い服をまとったそいつを俺たちは悟空ブラックと呼んでいました。やつは地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。これから正義のために地球人を全滅させると。それから1年戦ってきましたが、もうほとんど地上に人間は残っていません。母さんも、俺がこの時代に来る直前に。そう、未来の私からのノートにこう書いてあるわ。あんたたちと一緒に戻ってきてほしいって。この俺に未来のカカロットを倒せと言うんだな。オラじゃねえよ。オラのそっくりさん倒すんだ。タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準を知っておきてえかんな。わかりました。いきなりスーパーサイヤ人2か。じゃあオラも。スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい、さすが悟空さんだ。なら俺の方もマックスでいきます。ミッピーの力で来い。ブラック、トランクス、こんなところに。ん？孫悟空？深石、ビルスマ？おめえ、ほんとにオラそっくりだな。ごきげんよう、孫悟空。孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。オラたちの元気玉だ。スーパーイカリオーケン、やっ！
の力、まだまだこんなもんじゃねえだろ。嬉しいですね、君に私を評価していただけると。待たせたな。素晴らしい、この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。なんだか、いなれず、これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。どうぞ喜んで戦ってくださいですます。よし行っちゃいっか。神様と戦うはビルス様以外だな。破壊神と、落ちる道だ。気合い入れるぞ。お見返してやる。ウィス、感じたか。はい。これはブラックの剣。いや、似ている剣でも。あんた、火妖様にしちゃ強えな。また戦おうぜ。あの、うちに秘めた冷たい精神と
その現れであるあの木。ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に裏付けてくれるものではありましたが、今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんな。ん？オラにゃちっとも悪いやつには見えなかったけんどな。お前はお人よしすぎるんだよ。感じた気だって似てはいたけんど全く同じじゃねえしな。いろいろと謎が多いですね。いいか、禅王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も全てが消されるんだぞ。忘れるな。もう一つウィス、海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。じゃなくて、こんにちは。で、オラによってなんだ？あのね、僕ね、お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったから、お友達になってほしいのね。いいけど、それだけでオラを呼んだんか？悪いかな。滅相もございません。この悟空は禅王様のお友達になることができ。黙ってて。悪い、オラさ今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから、ちょっと待っててくれねえか？それが終わったら遊んでくれる？おう、なんだったらオラよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんと？じゃあ約束。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点に至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。父さん！トランクス、ベジータを頼む。拠点は人間不自由。俺が奏でる言葉の子だかさ、理解できるはずもないのだ。俺の志、美しさ、そう、俺という存在のすべてだ。ただひたすらにここを放って、行くぞ。
そこまでです。ザマス、おめえがブラックの仲間だったたな。仲間ではありません、同志といったところでしょうか。ザコ、お前にはこれで十分だ。すぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が、その正義の世界に人間は必要ないのです。メイたちの思い通りには絶対させねえ。くぞ、ごくぞ、後ろだ、チルタグラ、後ろだ、セッ、みんなの力ファイナル！ラッシュ！ここか、アモン後ろだ、ポジロン、ポジロン、終わりだ。神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。価値観で人間を侮辱するな。ファイナルフラッシュ。ザマスをやったんか。なんだと。この不死身の肉体、これぞ神。
この私にふさわしい最高の体。今夜は心地よい眠りにつけそうです。終わりだ、サイヤ人。誰だ。これでブラックはいなくなった。未来は元に戻ったぞ。変わらなかった。やっぱりこっちの世界には神様の力は干渉しないんだ。おめえたち、スーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。不死身になってオラの偽物作って。偽物？違うな、これは本物の孫悟空。お前本人の体、俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによって、貴様と俺の体は入れ替えられたのだ。おめえがザマスだって言うなら、ザマスの顔したおめえは誰だ。お前たちの世界から見れば、私はこの世界のザマス。過去から来たザマスと手を組んだのです。正義のために。気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間の前に打ち負かされたかつての海王ザマス。でもおめえはビルス様が破壊したはずだ。ほら見たぞ、すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で何が起きようと、今の俺には何の影響もない。時の指輪を用いれば、俺がこの体になった後、時を無駄にせずに再びスーパードラゴンボールを使えるのだ。そんなことのために海王神様を。そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう、スーパードラゴンボールは全て破壊した。さらにこの強靭な肉体をもって全宇宙の神々を殺した。よって今この世界で絶対的な力を持つのは私と私。この二人だけだ。これはすべて我が願い、人間ゼロ計画を成し遂げるため。
美しい。だが人間の醜さがその美しさを汚す。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。俺たちはすでに数多の人間を滅ぼしてきた。そして今度は時を超えるほどの知恵と絶え間なく争いを繰り返す宇宙で最も醜い地球人を滅ぼす。最も醜い者には重い罰を受けてもらう。這い出ることすらできない。絶望と恐怖を。サイヤ人ども、人間ゼロ計画のためにあだばなと散れ。ふっくらえ。ついてこれるか。ありゃ。お前にはこれで十分だ。あなたの家族がどうなったか知りたくはないですか。どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールや、お前の体と入れ替わった後、君へ確かめる。本当に入れ替わっているのか。そこには俺の体が驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいた。貴様、父と後手に何をした。もう孫悟空、お前の怒りが心地よいぞ。受けるがいい、我が刃。これでもう帰ることはできない。この世界がお前たちの墓場になるということだ。笑わせるな。俺たちが帰れないということは、ここがお前たちの墓場になるということだ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、壺はどうした？いけねえ。タイムマシンの中だ。このバカだ。まあいい。
拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。おめえの相手は俺だ。神に指図するな人間。こっちだ。こっちだ。いかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる畳へと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。待て、強か。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けるか。こそ神の恵みの究極。神に指図するな人間。怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。
強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。待て、必要か。違う。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けんか。父さん、ゴクさん、トランクス、無事か。あいつ弱ってんぞ。トランクスが何とかしてくれたって言ったな。まあ、なんと無様な姿だ。ザマス、一体何があったというの。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はついうと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。宇宙より神を冒涜し続ける人間だ。真の神の力を見せる時だ。木は熟したということか。人間どもへ、我々の輝きはひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に戦意を。創世の始まりだ。断罪してやる。その命をもって行く。こんな愛、我が姿は正義、我が姿は世界。崇めよ、讃えよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。我らの正義が宇宙を満たす。今日この日この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻むならザマス、永遠の正義を歌うものだ。この世界の人間の盾になる。みんなの願いをこの一撃に込める。ギャリック砲、トランクス、力を出し切れ。はい、こしゃくな人間どもめ、消えろ。ザマス、おめえの光全部消してやる。悪しき者を貫け、聖なる激凛。はあ、神に逆らう知れ者が。奴の体の半分はブラック、不死身じゃない体が不死身の体に影響を与えているというのか。ベジータ、
力貸してくれ。ポタラだよ。オラたちも合体すんだ。ふざけるな。貴様と合体など二度とごめんだ。オラたち二人が合体して力合わせるくれでねえと、あいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。おらよ、ベジータ。そういや、メイに合体したときは二度と戻れねえって言われたけど、戻れたな。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。ちゅうことは1時間の勝負だな、ベジータ。黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。1時間耐えてやる。ベジータ、もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ二度とごめんだというのに。よっしゃ。何者だ。お前が一人になったから、こっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。見せてやるよ。そんな変身で神にかなうと思うな。さあ決着をつけようぜ。こっちだよ。アスラン。痛えのか。お前はもう不死身じゃねえし、人間はゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ。人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそお前は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に取る。まだ1時間経ってないのに。神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。感じる、みんなの力を俺に貸してくれ。なあ、海王神様、この世界の禅王様ってまだいるんかな。もちろんおいでだと思いますよ。何者であろうと禅王様だけは倒せません。こんな世界消えちゃえ。
プレイステーション。